ここは記憶の中で見た場所じゃないか。そうだ。300年前ここで儀式が、奨励の儀が行われたんだ。かつてここにレナス・アルマがあった。ここでアルフェンとネウィリが。レナス・アルマだけでなく赤い女もいる気配はないな。アルフェン、すまないが今は感傷に浸っている時ではない。先に進もう。これはまたダナの声の仕業なのか。奨励の儀から1年、あの時王アルフェンを暴走させた力が今は私の中にあって、なおも恐るべき未来を見せてくる。なんかこれまでの幻とは違う、もっと具体的に伝えようとしてるみたいな。あの日私たちがしたこと、そしてその身に起きたことを思い出さない日はない。奨励の儀が何のためなのか最後まで教えられることはなかったけど、王であるアルフェンはレネギスそのものに意識をつなぎ制御する。人一人の手には余るはずのその制御をレナス・アルマの補助で実現する。それがあの日行われたこと。私巫女の役割はその巨大な力を安定に導くことだった。レネギスそのものと。ではやはり今起きていることは。でもあの時力が見せた破滅、自分たちのしていることがそれを招くと悟った私は思わず反射的に役目を放棄してしまった。巫女を変えた儀式は失敗し、意識を飲み込まれたアルフェンの力が暴走してしまった。原因となった力を私は巫女の力でどうにか自分の中に封じ込めた。でも結果としてレネギスは崩壊寸前となり、大勢の同胞が死んだ。全ては私のせい。この私の中に眠る破滅をどうにかしなければならない。それがせめてもの償い。でもどうすれば。力は精霊力そのものなら、皮肉にもレナス・アルマが助けになるかもしれない。レナス・アルマの中では精霊力は外から干渉されない限り極めて安定した状態になるから、王と巫女の力で力をレナス・アルマに移すことができれば、あるいは私にはそれを行う術がない。レナス・アルマは失われてしまったし、王のアルフェンは遠い故郷。今の私にできることは巫女の力で世界に破滅をもたらすこの存在を封じ続けることだけ。レナス・アルマが再び作られ新たな王が現れる日まで、たとえ子孫にこの呪いを託すことになっても。
私のせいで辛い思いをさせて、何もしてあげられなくて。待って、あなたは。ネヴィリ、今のはネヴィリが残したのか、それともダナの声なのか、一体。これは300年前、俺とネヴィリが儀式で着ていたものだ。これが巫女の装束。ああ、王と巫女それぞれの能力を高め補助する機能があると聞いた。なんでそんなものが急に。きっといつか茨に立ち向かうことになる王と巫女のためにネヴィリが残してくれたんだよ。この姿は俺たちが追う謎そのものと直接結びついている。残してくれたのは謎を解けというネヴィリの意志だ。レナス・アルマがあれば茨の元凶となっている精霊力を無力化できる。つまりネヴィリが言ったのはそういうことか。マスターコアや修霊機に精霊力が意志を持つのを妨げる機能があるのでは、というのは以前から言われていたことです。もしそうならレナス・アルマにも同じ機能があっても不思議ではありません。王と巫女はここにいる。あとはレナス・アルマさえあればシオンを茨から解放できる。シオン、本当なの？本当に？ああ、茨も破滅の未来も回避できるんだ。だが目的が異なるとはいえ、奨励の儀は一度失敗している。水を差すようだが、同じ取り合わせである以上楽観は禁物だろ。分かっている。だが可能性が見つかったんだ。自分の力で切り開ける道なら俺はそこにかけたい。私今心からホッとしている。そんな風に思ってはいけないのに。世界の危機もまだ解決していないのに、自分の望みが見えただけで。でもいけないなんてことないよ。望みが見つかったんだもん。むしろ喜んで当たり前だよ。そうだぜ。危機の方は危機の方でしっかりやればいいんだ。ありがとう。ネヴィリは私たちに世界の未来を託した。その思いに応えないと。となればいよいよレナス・アルマを見つけなければな。ああ、ここまで来たらレネギスだろうとレナだろうと見つけ出してやるぜ。うん、シオンも世界も絶対に守らないとね。付き合おう。それでまた新たに明らかになる謎もあろうしな。素直でないですね、あなたは。あなたは本当に奇跡を起こすのね。俺一人じゃない、みんなで起こしたんだ。シオンも含めて。先へ進もう。俺たちにはまだやるべきことがある。ありがとうネヴィリ。俺を暴走させた力をネヴィリが封じてくれた。俺を止めて命を救ってくれたんだ。でも封じた力はシオンに受け継がれてしまった。すまない。
俺のせいでシオンはずっと呪いを。違うわ。儀式の成功を、破滅を回避したから暴走は起こった。あなたは業を背負わされ300年も眠ることになった。アルフェンが記憶を失ったきっかけはシオンを苦しめてきた呪いと同じ。イバラ、全ての始まりだな。消せば全てが終わる。イバラがなくなる、そんなこと夢にも思わなかった。本当はずっと考えてた。イバラがなかったらって。家族と触れて、友達と遊んで、リンウェルと手をつないで、ロウを引っ叩いて、みんなと抱き合って、普通に一緒にできたらいいなっていつも思ってた。信じていいの？期待してしまうことが怖い。やっぱりダメだった。そんなことにはならない。そのために俺はいるんだ。運命でも宿命でも使命でもない、シオンと生きる。普通にさ、やりたいことたくさんあるんだろ。ええ、不思議な気持ち。きっとこれからも戦うのだろうけど、生きるため、自分のためというのは。それでいいんだ。信じるわ、アルフェン。あ、俺も戦う。戦い続けて絶対に掴み取る未来を。ネウィリーって人は心のでっかい人だったんだな。立場のせいもあったろうが、レナとダナの違いも彼女にとっては大して意味がなかったらしい。ああ、それを彼女は俺にも教えてくれた。その上で俺をダナに返してくれたんだ。しかも同胞のため自らはレネギスに残り、恨み事一つ言わなかった。見事なものだ。自分と他人、レナとダナ、彼女にはそういう何かを隔てる壁がなかったんだわ。壊さなきゃならないような壁がなかったか。そうだな、そうかもしれない。そして君はその彼女の思いを受け取った。ああ、私たちのお手本、先輩かな。そういう人だったんだね。
いかにもって感じの扉だな。ここが一番奥なのか。レナス・アルマと赤い女もこの中なのかな。ここまで来たからにはそうであってほしいものだな。おそらくここも王にしか開けられまい。アルフェン、お願い。どんな秘密が待っているか見極めよう。一般の居住区とは随分様子が違うわね。ああ、むしろこれは錆の中と同じだ。ダナの精霊力もあの時以上に感じるよ。レナの支配者のための区画にしてはおかしな感じだな。変わった趣味の持ち主なのかもしれないぜ。見た限り作られてからそれなりの歳月が経っている。趣味だとするならレネギス建造当時の誰かのものとなるか。ただこの異質さは芸術でいう大敗とも違う。なんだ芸術大敗。趣味も度が過ぎると奇妙奇抜に陥るという話だ。興味があるならじっくりと聞かせるが。それ聞いても腹は膨れないよな。芸術が満たすのは腹ではなく精神だ。なら精神が腹すかした時に頼むわ。頭なら大体いつも空っぽじゃない。やかましい。